はお家でチーズフォンデュをしていきます。まずは野菜の下ごしらえ。本来だったらキャンプ場でやりたいんですけど、今のご時世なかなか外に出れないので、今回はお家で楽しみます。この包丁めっちゃ切れる。すごいすごいいい切れ味だ。こちらの包丁は視聴者さんからいただきました、千恵子の包丁です本当にありがとうございます。ちょっと切れ味良すぎてさ、切りすぎちゃった。この可愛いお皿の中にチーズを入れます。そして牛乳を入れる。こんな感じでいいのかしら。いや本当にね、チーズフォンデュ楽しみすぎてやばい。はい、そしてお次はうずらの卵の水煮。これはいけるんじゃないかと思って買ってきました。あとは絶対うまいやつ。絶対うまいよねこれは。はい、 100% うまい3兄弟。なんかどんな材料を使っていいかわかんないから、結構いろんな材料を買ってきました。とにかくワクワクしすぎてパーティー気分です。そして大好きなちくわと卵焼き。ちくわに関してはチーズ巻きとかもあるので絶対美味しいと思うのよ。ちくわは最強説あるからね。卵焼きはチーズが入った卵焼きとかあるから、うん、あの原理。ちょっと食べちゃおう。うまっ。この卵焼き美味しすぎるんだが、こちらまるでキャンプ飯とは思えないチョイスですね。うん、これはねチーズフォンデュの新しいメンバーですよ。もうはい、こんな感じでチーズフォンデュの準備が整いました。こちらのね可愛い機械を使ってきます。若干ほらアウトドアな感じしません？しない？はい、具材は絶対美味しいシリーズです。あー美味しそう。チーズフォンデュにそれはどうなのっていう感じのものもありますが、私の目に狂いはないと思いますよ。ではね、チーズが溶けるまで待ちたいと思います。あー楽しみだ。準備ができました。わすごい、焦げ目がついてきた。すごい。いやこれ本当にキャンプ場でやりたい。うわー楽しいということでいただきます。うわー、じゃがいもからいっちゃおう。じゃがいもが生ちょっとね硬かったですね。気を取り直して次に。ちくわさんです。ちくわチーズ、あーすごい。ちくわチーズはやばい。これはちくわチーズ、ちくわチーズは思った通りの味あ、ちくわの中にチーズが入ってるやつの味がする次は卵焼き。高級なホテルの朝ごはんに出てきそうな感じ。卵が冷たいね人参、人参です。人参は普通に美味しいでしょ。うん、これは裏切らん待って、パンがやばい。パンカッサカサのパンいくよ。あーこれは 100% 美味しいね。これね、これまずいことないよ。世界一、めっちゃ美味しい。やばー、これもよくわかんない。ミートボール、ミートボールですよもうわけわからんわこれ。雪玉。うん、これは普通に美味しい。普通に美味しい。もうどんどん行こう。ミニトマト、これはどうかな。まあでも居酒屋でたまにね、あのカマンベールチーズとトマトが一緒に出てくることありますからね。これ居酒屋の味キャンプではないな、居酒屋の味だな。ブロッコリー、あーこれはもうキャンプの味だわ、絶対キャンプ。うずらの卵、微妙ですね微妙だな。タコさんウインナー、お弁当の味最後はナゲットです。ナゲットで締めます。ナゲットどうだろう。うわすごい、全然チーズが溶けとらん。もう凝固中あ、チーズインナゲットそのままだ。なるほどですね。一番美味しかったのは多分パンですパンが
が一番うまい、うん、はい、こんな感じで初めてお家でチーズフォンデュキャンプ飯をやってみました。私の中でキャンプといえばチーズフォンデュっていうイメージがあったので、ちょっと今回もねこれがお家でできてよかったかなと思います。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではせんちゃんでした。バイバイ。